江ノ島電鉄2 0系電車。江ノ島電鉄2 0系電車。江ノ島で、電鉄20型電車は、江ノ島電鉄で使用されている電車である。なお、江ノ島電鉄では個別の編成について、例えば車号21と61の編成を21から61、編成しくは、号車もしくは21、編成、もしくは号車と呼称しており、本校でもこれに準じて記述する。 江ノ島電鉄では1979年以降1990年代初めまでの間、1000系、2000系の新造車両京急編成の導入により、機材の更新による旅客サービス、保安度の向上を続けてきているが、その後鉄道事業における輸送人員は1991年度を、営業収入は1992年度をピークに減少に転じており、 一編成2億数千万円の設備投資となる、新造車の導入は大規模改良工事を、未実施であった300系例に編成を代替する10、系以外については見送られて、利益確保のための省力化及び効率化による、様々な費用削減策が実施されることとなった。これにより、駅の改札口の自動改札化や、自動放送化と並ぶ施策として、 残存する300系及び500系の主制御機と、ブレーキ装置を1000系1501.1502、編成以降のものと同等のものに変更することにり、長年の懸案であった、旧型、新型を問わない、全車両相互間の連結運行を可能とすることで、列車運用と保守点検面での効率化を図っていた。しかしながら、二千年以降輸送人員は増加に転じ、 また、老朽化が進み、かつ構造上冷房装置の搭載が困難だった。500系の置き換えが必要となり、1902年の江ノ電開業から100周年を迎えること記念事業の一環として、本校で記述する20型が、東急車両製造、原総合車両製作所で製造され、2002年4月4日に21から61、導入当初は21から60だった。 2003年4月4日に22から62の計4両が導入されている。なお、本形式は、江ノ島電鉄の当時の鉄道部門が目指す堅実な方針を反映したものとなっており、基本設計は10型に準拠しているが、内装や屋根は簡素化が図られ、主要機器は501編成のものを流用することで、導入費用を大幅に削減している。本形式は10型をベースに、 室内レイアウトの変更によるサービスの向上、乗務員の操作性の向上、バリアフリー化を図っており、設計の方針は以下の通りとなっている。外観は重慶の流れを受けたレトロ調デザインだが、重型ほど凝った作りにはならなかった。これは、重慶の特別な存在感を残しつつも、二編成を短期間に増備するために、構造の簡略化とコストの減を図ったためである。 また、エノ電発採用のものとしては、前面、側面の LED 式行き先表示器、連結面の転落防止ホロが挙げられる。車体構造は、円外対策として、ステンレス鋼を基本としており、枕張り、重量を除く台枠、後退骨組み、床板、屋根板、0.6mm 厚、正面妻と側板の台枠との結合部、妻外板半がステンレス。 その他の正面妻マと側板は対抗性後半で、これは2000系、10型と同じ構成となっている。また、車体の基本寸法は10型と同一となっており、車体幅は 2500mm として、裾絞り構造とし、車体高さは10型と同じく 3515mm で、あるが、 室内天井口は 2215mm で、天井が2段となっていた銃型と比較すると 20mm 低くなっている。このほか、外観上の特徴としては、上部の丸型一等式枚消灯、上部がこう描く形状の全面窓などは銃型と同一であるが、先細り状の形状の先頭部は、 絞り始めの位置を乗務員室扉後部から全部に変することで乗務員室扉部をホームと並行として乗務員の視界と安全性の確保を図っているほか、銃型が装備していた屋根状の冷房装置などを隠すように取り付けられたダブルルーフ状カバー、上部がこう描く形状の側面など、路面電車の救助網を模したような形状の補助範正規などは省略されている。 終電装置は10型と同じく、シングルアームパンタグラフである PT7121A となっている。車体塗装は、エノデンカラーと、通称される緑色とクリーム色の2色であるが、その色調は300型などの旧型車とは、若干異なっており、また少しでもレトロ感を出すためか金色の装飾体が巻かれてる。客室内装は、側壁面をベージュ系の柄、 つまめを明るい木目調、天井を白色のそれぞれメラミン化粧板としている。また、車内には2000系、10型と同系のマップ式旅客案内表示器は、設置される保、ドアチャイム設置や車椅子スペースの設置など、交通バリアフリー法に対応した設計とされている。車内自動放送装置は2000系、10系のテープ式の矢マイナス9012から、 IC 式に変更されている。座席は、上高扉間を、長さ 4050mm で9人掛け、車端部を 2095mm で4人掛けの、ロングシート、車端部は、藤沢方は山側1人掛け、海側2人掛け、鎌倉方は海側2人掛けのクロスシートを配置しており、鎌倉方車端部の山側を車椅子スペースとしている。座席表は、 赤色系のもので、座面はバネ構造、背すりは詰め物構造、袖仕切りは木目調の化粧板張りとしている。また、上高扉は一般的な通勤電車と同じ幅 1300mm の両開き扉として、ドアエンジンにはカモイ取り付け、ベルト駆動式の DP-45BU を使用している。運転室は中央運転台式で、 機器配置は2000系、10系のものを踏襲した、ワンハンドル式マスターコントローラーのものとなっており、併用軌道における、株式会確保のため系基盤の高さを抑えものとなっている。走行機器等は1000系 1501.1502E、編成以降江ノ島電鉄の標準となったのものを踏襲し、主要機器は500型より流用している。すなわち、主制御機は、 電動カム軸制御式のアッコットフ M450 から 789AM、直列11、並列8段、弱め回、12段、発電制度19段、主電動機は TDK8005A で、定格は、端子電圧 300V 時で、電流 195A、出力 50kW、回転数 1300RPM、駆動装置はタワミ板中空軸平行。 カルダン駆動方式の K110AM でいずれも、東洋電気製造製、ブレーキ装置は発電ブレーキ併用、電気指令式で E 型中継弁を使用する、ナブコ、ゲンラブテスコ製の HRD-1D となっている。補助電源装置は線形1501.15で2編成以降10型まで使用されていた、サイリスタインバータである RG403A1、AH、 M からイベットインバータの RG4032AM に変更となって、これを一気搭載しており、出力は照明装置や、送風機、乗務員室暖房等に供給される、交流 100V、200V60Hz、制御回路に供給される、直流 100V、列車無線回路等に供給される、直流 24V で、軽重くばとなっている。 台車は500型が使用していた TS-837、同台車及び TS-838、伝説、受台車を使用しているが、本形式での使用に当たり同台車は、枕張りを、受台車は心ざらぶをそれぞれ心臓しており、台車形式が TS-837A、TS-838A となっている。 ts-837a は2線形、0系、10系の ts-829a と類似の構造で、線形千五百1501.1502成の ts-829 の枕羽根を簡略化しつつ、横段波2本を追加して乗り心地向上を図ったものとなっており、台車枠は固定軸鏡 1650mm とした後半溶接構造、枕は、 入れ子式日本並列のコイルバネで立て、横段破を併用。軸バネは合成ゴムブロックと、コイルバネで、軸指示方式は、軸箱盛り式となっている。また、基礎ブレーキ装置は、ブレーキシリンダが、金属シリンダの片押し式踏み面ブレーキで、合成成輪子、中鉄成輪子併用のものとなっている。一方で連接。 付随台車は1501.1502編成の TS-830 や2000系、重軽の TS-830A では基礎ブレーキ装置にディスクブレーキを装備しており、台車枠の構造も異なるものとなっているが、TS-838A では TS-837A と同様の構造で、踏み面ブレーキを装備している。また、 性能無線形成501.1502、編成以降10型までの各形式と同等であり、起動加速度は時速 2.0km、S、減速度は常用時速 3.5km、S、非常時時速 4.0km、S、均衡速度は時速 60km となっている。冷房装置は線形。 2000系の北方の路面電車車両等にも広く採用されている三菱電機製で容量2 4 4ットの CU77 系で制御素子をリベットを使用した IPM としたものであるが10系の CU77AE2 から CU77AE3 に変更されているこのシステムは屋根上に搭載された冷房装置と冷房制御箱床下に搭載された 軌道制御箱から構成されるもので、冷房制御箱には2系統のインバータが内蔵されており、低電圧、低周波数出力は、室内送風機に、可変電圧、可変周波数出力は、冷媒の圧縮機、室外送風機系統とも冷房を不使用時には、車両内の他の負荷も出力可能なものとなっており、低電圧、低周波数出力は、前面の防曇りガラスに、 可変電圧可変周波数制御可変電圧可変周波数出力は客席座席下の電気暖房にそれぞれ供給される。2 0系の導入に伴い500型は501から551編成が2002年に1月502から552編成が2003年に1月をもって営業運転を終了し江ノ島電鉄の旅客営業用車両全てが冷房車となった。 江ノ電ではかつて新型車の入線後に旧型車の運転を終了させることが多かったが、500型は前述したように台車や主制御機を本形式に流用する関係で運転終了時期が早まった。他の車両と運用上の区別はなく共通で使用されている。21編成は車内イベントなどの際に貸し切り列車として運行されている。 2014年夏に TV アニメ花山田とのコラボで22編成にヘッドマークが装着されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。